今日の昼ごはんはスガキヤのね、台湾ラーメンのインスタントになります。ネギと、白菜が入ってます。それで食べ終わった後、締めはね、スープに、ご飯を入れて食べます。であと温かい緑茶ですね。これ飲むとね、ちょっと水薬が飲めません。で今朝はね、残念ながら寝起きと同時に脳発作が起きていて、ちょっともう生きていくのに自信がなくなるぐらい心折れるような苦しさでした。今時刻はですね、3時25分ということで、日本市場ももう終わってます。今日はもう朝から体調がね、そんな感じだったんで、とてもね、株価を追えるような状態じゃなくて、もう来年も生きてるかどうかわかんないとか弱音を吐くことがあるんですけど、そういう言葉がね、浮かんでしまうぐらいの発作っていうのは辛いですし、起きてる時間に起きるとまだ対処できるんですけど、寝起きは本当に寝込みを襲われるっていう言葉があるぐらい不意打ち食らって、朝もね、清々しい感じで今日一日いい日にするぞっていう時にね、脳発作が起きると本当になんか心をへし折られるようなね、感じがして非常に辛いです。症状自体も辛いのに、朝からね、そういう症状が出たっていうこと自体がね、また20にも30にもね、辛さがあって本当に非常に苦しいです。というわけでね、まあラーメンね、そんな中で辛いもの食べるのもどうかと思ったんですけれども、賞味期限がね、ちょっと切れていて、まあちょっと危ない橋をね、渡る感じなんですけども、辛いラーメン食べてね、体を温めたいと思います。今日はね、あいにくの雨で非常に外も寒く、その影響でね、部屋も暖房入れてもね、なんか底冷えするような感じがあってね、寒いです。なのでこういう時にね、ちょっと風邪をひかないようには気をつけないといけないですね。